諸国法相一家に対する厳しい検察の捜査により大統領府と検察の対立が続く中、27日夜、ホン・ジュンピョ自由韓国党前代表が自身のフェイスブックで、大統領までもが捜査中の検察を脅迫し、犯罪被疑者を庇護するような国がまともな国なのか、なので国民による弾劾を推し進めるしかないと主張した。このことは、この日の大統領府を通して伝えられたムン大統領のメッセージの中の、検察は国民を相手に公権力を直接行使する機関なので、厳正かつ人権を尊重する節制された検察権の行使が何よりも重要だという、法相への捜査をする検察に対する大統領からの警告を意味した内容があり、その、警告に対して本前代表がムン大統領を批判したものである。また本前代表は、自身の公的生活38年間で、こんな呆れる大統領は初めてだ。10月3日、ソウルで100万人が集まり、ムンジェインアウトを叫ぼうとし、国民の国をまるで自分の王国のように憲法の上に君臨するなら、ムン大統領も弾劾されることを知らなければならないとも加えた。